今回はお風呂の風呂釜掃除を約4ヶ月ぶりにやっていきます。 Java です。今回はさらに効果を高めるコツを10個加えながら風呂釜掃除をやっていきたいなと。穴についているフィルターを外すです。これを引っ張るんですよね。で、引っ張ったら回して、で、引っ張るだけで取りますね。ご覧の通り着物汚れがいろいろついているんですよね。温水器の設定を40度にしてお湯を溜めていきます。温かいお湯の方がより効果的なんですよね。もうすでに汚れが出てきてますね。ギリギリ穴が隠れるところまででいいと思うんですよ。はい、穴が隠れましたのでお湯を止めます。1センチぐらいは上に行ってますね。それでは配管洗浄をスタートさせます。リモコンに配管洗浄がない場合は追い焚きをすればいいと思うんですけれども、最初にこうかき混ぜて流れを作ってからパラ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 と入れた方がいいと思いますね。そうしましたら、そこにたまらないように。配管洗浄は長めに行う。私はいつも2回やっております。一緒にお風呂で使っている小物類を入れて洗いたいですよね。では、配管洗浄が終わるまでお待ちください。配管洗浄が終わりました。この洗浄液を使って、バスタブ掃除もしたいですよね。最低でも2時間ぐらいは放置しようと思うんですけれども、それが6個目のコツですね。長めに放置をするということで、これから2回目の配管洗浄をします。ここで7個目のコツです。蓋をするです。洗浄液が冷めにくいですよね。洗浄効果をキープするためにも蓋をしておくと。はい、約3時間ほど経過しました。蓋を取ります。排水する前にもう一度配管洗浄をするです。配管内に汚れがついていたとしてもだいぶ緩んだ状態になっていますので、排水する前にやっておいた方がより効果的と。はい、配管洗浄が終わりましたので、洗浄の工程はこれで全て終わりです。それでは排水します。排水している間にこのタイミングでブラシ洗いを入れます。はい、排水が終わりました。配管内の汚れた洗浄液はしっかり出しておきたいですよね。お風呂を溜めるボタンを押すと、その配管内に溜まっている洗浄液が出てくるんですよね。そうしましたらシャワーですすぎます。このまま水を張ります。はい、穴が隠れましたので水を止めます。それではすすぎ目的の配管洗浄をやっていきます。汚れがたくさん出てきたら配管洗浄は2回やるです。あとは排水し終わったらバスタブを洗ってそれで終わりということになりますけれども、動画はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。